逆転合格ならファストアップ。リーアクション。どうもアキピレです。今はネットのおもちゃで活動しております。リーアクションとはファストアップさんにゲストとしてお呼ばれしたこのアキピレが学生インタビューに対してザックザックとツッコミ指摘をしていく動画となっております。なんとこの番組の初回ゲストで私アキピレがゲスト出演となりました。ファストアップさんでは全国の高校生のモチベとなる動画をお届けしておりますので、ぜひ視聴前にチャンネル登録やグッドボタンお願いいたします。今回は以前撮影した東京大学の医学部生に東京大学の満足度を100点満点中何点かインタビューしてきてもらいました。今時の大学生の生態をこの東大卒の私がバシバシ明かしていきたいと思います。それでは見ていきましょうか。それでは早速見ていきたいと思います。東京大学医学部健康総合科学科4年の河野ありさです。まあ、今まで大学に通われてきて、まあ、この大学に点数をつけるとしたら、まあ、0点から100点何点になりますか？80点ぐらいです。ではまず80点、これはなかなかの高得点ですね。まあ、私も、まあ、大学自体はまあ、これぐらいの得点を取っていたので、まあ、なかなかのものですと。まあまあまあ、まずはね、早速内容の方を見ていきましょうか。80点プラスの理由を教えてください。やっぱり他の大学に比べて、はい、海外とかから先生がいらっしゃったり、海外研修にすぐ行ったりして、やっぱり機会がすごい豊富なので、そういうところがすごいプラスだなと思います。海外の研修とか海外の先生とかいう感じなんですけれども、ほう、なんかそんな感じなんですね。いや、これね、なんかつくづく思うんですけれども、ちょっと東大生の悪い癖と言いますか、まあ、東大生ってね、こうなかなかブランド言わないがちみたいなところがあるんですよね。まあ、その、この海外研修とか、まあ、海外の先生とかも、確かに東大は強いっちゃ強いんですけども、まあ、そんなこと言ったら他の大学にも負けず劣らず強い大学とか、まあ、例えば東京外国語大学とか、まあ、十分強いですし、そもそも海外の大学が一番強いなんてことも、まあ、それは当然じゃ当然ですから。まあまあ、内容の80点って言ってますけど、まあ、それが全部ではないにしろ、まあ、ちょっと忖度は感じますかね。まあ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 、そんなことのことで1万つけてたらね、進まないので、ちょっと早速続きも見ていきますか。ちなみに、マイナス20点の理由を教えてください。はい、2年生の時に進学選択があるんですけど。はい、新フリー確かにありますね。まあちょっと続き見ていきましょう。まあ新フリーっていうのは、まあ、どういうものかっていうと、こう東京大学ではこう1、2年生はこう前期教養で、3、4年生から専門的な何々学部、まあ、法学部だったり医学部だったりと専門的な学部に分かれていきますよと、まあ、そういうことを言っているわけですね。で、続きを見ると、やっぱり理系で入ると経済学部とか法学部に分点するのがすごい難しかったりするので、うん、そういうところで選択肢が入った時点でちょっと狭められるのがちょっとマイナスかなと思います。今理系で入ると、まあ、文系に入りづらいという指摘をいただいたんですけれども、これはね、いや、むしろ入って選択肢が狭められて叱るべきというか、まあ、そもそも大学教育っていうのは、まあ、広く浅くというよりかは、深く狭く、こう専門性を身につける場所なので、なんかこれがマイナスの理由に入るのかとは、まあ、一瞬思ったものの、まあ、彼女がそんな狭い視野で見ているのではなく、もう広い視野で、こう大学教育について否定的な視点を持っているのでしたら、まあ、これは、まあ、合点がいくのかなと。思います。ちょっと早速いきますか。これ以上コメントすることがないんで。印象に残ってる授業だとかおすすめできる授業ありますか？はい、印象に残ってる授業ですね。私の学校は実習で病院とか福祉施設に行って働くっていう実習があるんですけど、その中で大学病院の精神科に実習に行った時があって、なかなか精神科の患者さんと話す機会がなかったのですごい刺激になりました。この大学キャンパス内、終わりですか、これ。ちょっと、もうおすすめの場所に行ってますけど、なんかそのおすすめの講義のお話でしたよね。なんかちょっともうちょっとドラマが欲しいっすよね。その、実習あって、なんか精神科の患者さんとお話しして刺激もらったっていう、なんかちょっとふわふわした
ところになったよね。こう、なんで彼女が精神科の患者さんから刺激を受けて、なんでこうおすすめしたいと思った講義なのかっていう、そのことの顛末があんまり見えなかったので、なんかそこをちょっともうちょっと聞きたかったなっていう消化不良感はありますかね。はい、ということで続いていきますか。で、なんかお気に入りの場所だとか、まあ、よく行くなっていう場所ありますか？はい、今本郷で授業を受けてるんですけど、本郷の図書館はすごい広くてめちゃめちゃ綺麗で、周りもみんな勉強してるので、行くとすごいモチベーションが上がるので好きな場所です。今勉強、いやなるほど、図書館、本郷か。いやちょっとこれが本当にこの場所の良し悪しっていうのがちょっと私名はちょっと分からなくてですね、まあ、というのもちょっと私本郷時代はもうすぐ講義が終わると直帰してたので、いや本郷時代のことはちょっとコメントできないですね。まあ、ただ駒場時代のことで言うと、まあ東大は駒場キャンパスと本郷キャンパス、大体こう2つのメインキャンパスがあるんですけど、まあ駒場キャンパスのじゃあおすすめの場所で言ったら、まあ駒場図書館の飲食スペースとかですかね。もう今カメラの向こうのね、全陰キャ東大生がもう顎外れるくらい頷いてるんじゃないかと思います。陰キャに優しい場所でしたね。はい、ということで、陰キャなりにちょっと次見ていきますと。頑張ってる受験生に何かメッセージをお願いします。大学に入るとすごい視野も広がるし、チャンスもものすごく増えるので、大学に入っていろんなチャンスを自分で見つけることを楽しみに、今は勉強頑張ってほしいと思います。勉強を頑張ってほしいなということで、そうですね、まあこれは本当にまさにそうで、まあ、大学っていうのはその有り余る時間の中でこういかにチャンスをつかみに行くかみたいな、まあ、そういうゲームみたいなところがあるので、もう本当にこれを見てる皆様は、まあ、それをモチベーションにね、勉強を頑張っていただければと思います。まあどうせほとんどが自称進学校なんで縁のない話ではあるとは思いますが、とまあインタビューを見てきたわけなんですけれども、まあ、ちょっとねいろいろイチャモンをつけてきてはしまったんですけど、まあ、とはいえ東京大学はすごくいい大学なので、まあ、私も4年間しっかりとやって優しい場所だなと思った節が多々ありますので、まあ、ぜひねこの動画をご覧になっている皆さんは、まあ、東京大学を、まあ、僕みたいにね憧れて目指していければなと思います。逆転合格ならファストアップ、次回はどなたが出演してくれるのでしょうか。それでは次回のリアクションをお楽しみに。バイバーイ。